天見群島最大の歓楽街、奥に川通りにある天見 FM のメインスタジオ天見 FM は、鹿児島県天見市、山戸村の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である特定、非営利活動法人リが保有する特定地上機関放送局の呼び出し名称である、鹿児島県5局目のコミュニティ放送局であり、 九州発の離島のコミュニティ放送局である。愛称の D は英語のレ e ツ s や日本語のサーにあたる甘み方言の勧誘の簡単詞。発音は D ではなく D。免許人の D は島おこしのために2004年に設立された特定非営利活動法人であり、地上機関放送事業以外にも島内外で行われる。 様々なイベントや事業などにも携わっている。代表理事は、ふもと県語。キャッチコピーは、しまっちゅのしまっちゅによるしまっちゅのためのしまラジオ。島歌奄美出身や在住アーティストによる自主番組、島口によるニュース、インタビューなど、奄美の島にこだわった放送を行っている。自治体による広報も含め、地元に即した情報を提供しているため、 例えば、毎年台風の通り道となっている、奄美大島であるが、鹿児島市のつぼねから放送される、台風情報では、奄美地方に関する詳細、タイムリーな情報が得られなていかった問題も、解消した。なぜ市街の南部にある、なぜクリーンセンター付近に送信書を置き、周波数77.7メガヘルツ、出力20ワットで送信。正式には6時 -24。 零々の間が放送時間であるが、零時六時は番組表外で天見 FM アーカイブ等として当日の再放送や音楽を流しており、実質24時間放送である。朝は君が世に続き天見方言によるラジオ体操第一から始まる。開局申請時に需要の確認が必要とのことでサポーター会員を募集し、500人以上を集めて認可を得た。 現在も運営費に充てる年会費を払うサポーター会員を募集している。2012年5月1日現在奄美市の名瀬地区と笠り地区に挟まれた達号町の一部も放送が受信可能なく域内にあり、2010年4月には4割をカバーしているとしているが、後日の山戸村の中継局の解説後は触れられていない。また、海を挟んだ隣島の機械町の一部でも、 受信可能である。2011年5月1日からはインターネットでの同時放送を紐すがら言っており、関東地方、関西地方、九州地方にいる奄美出身者にも聴取者が少なくない。末広市上で、放送所上記の番組は、島内の FM 県、FM 瀬戸内でも同時性放送されている。ありがとうございます。